私の席日当たり良くてさ、春はつい寝そうになるんだよな。可愛くできた。ありがとう。また降ってきたね。急ごっか。ええ。やっぱりバンドって青春だな。私の最高もいつだってここに、そして未来にあります。買いすぎには気をつけてくださいね。ねえねえみんな、一緒に写真撮ろうよ。ハマっているもの？それを聞いてどうするんですか？この後、みんなでさやの誕生日パーティーするでしょ？せっかくだし、さやの好きなものを取り入れようってなってさ。今日は、氷川さんが主役の日なので。ええ、遠慮せずに言ってちょうだい。そうですね、最近だと100円ショップが面白いと思っています。100円ショップ？なんかちょっと意外なとこから出てきたね。そうかしら。低価格で便利なものがたくさんあるので、とても興味深くて。例えばどういうものがあるのかしら。
このカバンの持ち手につけている輪っかですね。左右に開いてフックのようになるんです。これがあればテーブルなどにバッグをかけることができて、床に直置きせずに済むので重宝しています。すごいすごい、あこ、おしゃれなアクセサリーかと思ってました。ええ、デザインがシンプルなので悪目立ちしないのもいいところです。他にもこれなんかは、ストップ、せっかくだしさよに100円ショップを案内してもらいながらパーティーに使えそうなのを探すっていうのはどう？いいですね。私あまり行ったことがないので。わかりました。では早速移動しましょうか。ただ皆さんに一つだけ言っておくことが、買いすぎには気をつけてくださいね。ねえねえみんな、一緒に写真撮ろうよ。いいねいいね、お誕生日パーティーの記念写真。ああそっか、それもあったね。お、てっきりそうだと思いましたが、違うのですか？うん違うよ。最近ハマってるアプリがあってさ、それを使って写真撮りたいんだよね。それは普通の写真と何か違うのかしら？加工がされるとかですかね。まあそれは撮ってからのお楽しみってことで。じゃあみんな集まって。はい、チーズ。うん、できたできた。見てよこれ。私の顔が佐藤さんになってます。佐藤さんはひなさんの顔で、自分はイブさんの顔になってますね。そうそう、これ撮った人の顔だけ入れ替わるんだ。知ってる顔なのに見慣れなくってすっごい変な感じ。あれ、私の顔知らない人だ。この人誰？私の顔どこ行っちゃったの？ねえみんな、後ろに映り込んでるポスターだけど、中に映ってる人をよく見てほしいの。あ、あやさん、そんなところにいたんですね。あポスターの人と入れ替わってしまったんですね。そんな、私もそっちに混ぜてよ。もうほんと、あやちゃん最高だよ。あ、面白かった。SNS にもあげちゃおうっと。ドアを叩くなんて。
少しずつできることからやっていこう。あやちゃんの緊張をほぐしたつもりが逆にほぐされてしまったわね。いやいや、だって今やりたいことをやるだろ。ほんのモカちゃんジョークだよ。イベントすっごく楽しみだね。お前な、それ今日で何回目だよ。休み時間の食べに行ってるぞ。だってワクワクが止まらないんだもん。なんたって35人ライブだよ。35人ライブ。お疲れ富山さん盛り上がってるね。うん、出店も楽しみだし、T シャツとかチラシもあるでしょ。楽しみなことがいっぱいだよ。イベントが決まってからずっとこの調子なんだよ。まあ富山さんだもんね。っていうか心も同じ。毎日35人ライブの話ばっかりしてるから。みさき、とっても素敵な歌詞を思いついたわ。またあんたは勝手にうちの教室に。まあいいけど、それでなんだって。みんなが笑顔になれる歌詞を思いついたの。ニコニコのにっこりスマイル、笑顔で笑って微笑んでっていうのはどうかしら。いや内容薄すぎ。笑顔で笑って微笑んでってずっと笑いっぱなしじゃん。歌詞ってあれだよね、チュチュちゃんに送るやつ。ええ、そうよ。そっか、ココロンはミサキちゃんと二人でやってるんだ。私はアリサと一緒に考えようって。ねえアリサ。まあなんとなくそうなったってだけだけど。うちはまあご覧の通りって感じなんだけど、そっちはどんな感じ？キラキラドキドキは決まったよ。多分言わなくても分かってると思うぞ。ココロンもだけど富山さんもほんとブレないよね。けどさ、歌詞のイメージをみんなで考えるってすごいアイディアだよね。私はそれをまとめるチュチュがすごいと思うけどね。ハロハピで歌詞を落とし込む時でも苦労してるのに、それが35人分って気が遠くなりそう。とか言って本当は喜んでやってるくせに。まあ強く否定はしないかな。曲はもう聞いたでしょ。うん、あれもチュチュが考えたんだよね。本当に何でもできるんだな。ハロハピに入ってくれないかな。ミッシェルとチュチュのダブル DJ だなんて素敵ね。早速チュチュにお願いしに行きましょう。ああ、嘘嘘、冗談だから。多分
今頃めちゃめちゃ忙しいと思うし。そうなの？そうそう、だから歌詞考えようね。それよ、私も今全く同じことを考えていたの。こういう歌詞はどうかしら。黒板になんか書き出したぞ。なんだ、抽象画か何かか。あれ歌詞です。分かっちゃう私もあれなんだけど。二人の歌詞どんな感じになるのか楽しみ。他のみんなはどんな歌詞考えてるんだろう。なんかますます楽しみになってきちゃった。起きてください。なによパレオ、せっかく人が気持ちよく寝てたのに。パレオと一緒に歌詞を考えましょう。私は昨日まで散々曲を作ってたのよ。パレオが考えて。そんなこと言わずにお願いします。記念すべき二人の共同作業じゃありませんか。変な言い方しないで。それにしてもまさかこの私が他のバンドと一緒にイベントに参加することになるなんて。パレオもとっても嬉しいです。仲間が増えた気がしますね。勘違いしないで。私はそういう意味で言ったんじゃない。わかってます、わかってます。チュチュ様の曲、皆さんが気に入ってくれていると嬉しいですね。気に入るに決まってるじゃない、当然だわ。ですね。その曲がさらに引き立つような最高の歌詞を考えましょう。わかったわよ、仕方ないわね。それであなたの歌詞のイメージは？こんな感じはどうでしょう。私の魂すべてあなたに捧げます。あなたのためならたとえこの命が尽きようとも。ストップ。どうしました、チュチュ様。重い。そうですか。ですがそれがパレオの本心ですから。パレオはチュチュ様を運命のお方だと。これはガールズバンドの曲よ。そんなヘビーな歌詞にできるわけないじゃない。もっと他にもなんかあるでしょ。例えばみんなと会えて知らない自分を発見できたとか、そういうの。なるほど。つまりチュチュ様はそう思っているということですね。違う、今のは例えばの話ですが、今のとってもいいと思います。それにしましょう。違うって言ってるでしょ。バーン。